ということで、ざれごと、たわごと、よめごとの、MTF 塾女、51歳の村田理香です、そしておはようございます、久しぶりに朝日を浴びながら、朝日を浴びるとなんかこう散らかってる髪の毛が目立ちますね。久しぶりに撮ってます、この動画が上がる前は、バーチャルスナックリカですよね、酔いどれライブ、13日目の営業のムービーが直近だと思うんですけども、あれからいろいろありました本当に人生いろいろですなんかいろいろなことがありすぎて、それをまずご報告とは思ってたんですけども、どこから喋ればいいんだろうと思うぐらいいろんなことが起きてます。本当だったら近況報告みたいな感じで、こまめにツイートしたりとか、Facebook の方に投稿したりとか、Google タス使ったりとか、アメは使ったりとか、こまめにやんなきゃいけないんでしょうねそういうところが、私がいわゆる芸能人向きな人じゃないです、すごく、その時その時 の、 気分ですね、きっとね。決してファンの皆さんを大事にしてないわけではないんですけれども、こんな言い訳をするのはそれ言ったらみんなそうだよって言われちゃうことなんですけども、相当メンタル的にぐちゃ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 でした、はい、でも結局結論から言うと、やっぱり村田理香と周知 AV なデートっていう、私が今の9年間行っているライフワークの、その中からと言っていいんでしょうかね、メンバーさんのご支援とかがあったり、ナイスタイミングで本当にもう生活やっていけないっていうところでタイムリーにお誘い撮影デートをくださったりとか、本当に助かります、救ってくださってます、救われてます、ありがとうございます。多分今日このムービーが2018年の最後のムービーになりますね、日付的にも。明日が大晦日ですから、もう多分撮る時間も、設けてないと思うんですけれども、まず一つずつ片付けていきましょう。前回のムービーから、起きている出来事、まず今電話営業のアルバイト、ちょうど丸1年になるんですけれども、辞めてしまうかもしれないっていう、なんか霧の悪い感じで、そこから先の生活どうするのって心配を、かけているところがあったと思うんですけれども、結果からお伝えすると継続してます、続行というやつです。イメージで言うと雇用契約ってあるじゃないですか、私のアルバイト先というのは毎月提示されるんですね。でダウン提示を、時給のダウン提示というのを受けまして、それもいわゆる新人の方が研修で入る時の研修時給ってあるんですよ。でそこから研修終わって一般時給っていう、その研修時給よりも低い時給です、ちょうど時期的に言うとなんかプロ野球の、ね、戦力外通告とか更新とかサインとかってあるじゃないですか、そういう時期ちょうどかぶりまして、何十パーダウンとかってよくね、ニューストピックスでも出たと思いますけども、
結果的に言うとサインしました。超ダウンデージですね。もう間違いなく月で言うと数万円変わってくるっていう収入のダウンです。なのでとりあえず続けてます。はい。なのでとりあえずご心配なく。それから何を言いましょう。ダイエットですね。10月3日からスタートしているダイエット、なんか心なしか前よりもふっくらしてませんか。リバウンドって言い方するのはどうかと思うんですけど、戻ってますっておかしいですね。進まなくなっちゃいました。順調にというか7キロぐらいまでマイナスを継続してたんですけど、そこからまた2キロ戻ってます結局スタート時からマイナス5キロのところに今戻っちゃってますね。まあはい、別にウォーキング、ウォーキングは休んでるわけではないです。はい、続けてます。汗はかいてます。1回のウォーキングでこうストレッチしながら、時にはこうやって昔ボクササイズとかってあったじゃないですか。私ちなみにちょっと余談なんですけども、ウォーキングを行く前は大抵 YouTube で初めの一歩を見てそこでグッとこう上げて、グッとこう上げて気持ち上げて大体ウォーキング入るんですけれども、最近それにこうやって飛ばしながらはい、ワンツーなど、ジャブダブルとかフリプルとかアッパーとかフックとか何この人っていう感じ のウォーキングです。なんて言えばいいんでしょうかね。ボクサーウォークボクサーウォークっていうのかな、勝手に作りました。まあ、続けてるんですけれども、まあ何せ食べる量が増えてます。そして食べてすぐ寝るという最もやってはいけないパターンをついやってしまって戻ってます。もう少し下も見せましょうか。そうすいません、なんか順序が良くなくて段取り悪くて、理科のファッションチェックです。これからなんですけどね。はい、これからです。だいたい、まあ下はだいたいこうなるんですね。なんかすごいコードが入り乱れてますけど、まあだいたいここは変わらない、いつも通りな感じで、さあここから何着てきましょうかっていう感じですよね。はい、なんで、まあ、ちょっと戻ってますというのが途中経過です。本当だったら3ヶ月で計画ではマイナス10キロ、私が、村田理香の改名許可をもらって、ニューハーフというか MTF をもう要するに女装ではないので、女装というのは男性生活戻るものを持っている人、まだ抱えている人、私男に戻れないんですよ生活上。男に戻るようなことを繰り返しているような、例えば生活習慣であれば多分女性名の改名って許可取れないんですね。まして私 GID の診断書なんか持ってなくて、それで取れちゃってますから、完全にもう女性として、365日24時間ずっと生活をするっていう形なので、男性として生活を戻る時間が1ミリもないので女装ではないんですね。まあまあそこでのところは、まあいろいろなご意見があるのでいいんですけど、そこのスタートした時のウエイトに戻るのがだいたいマイナス10キロだったんですよ。スタートしたから3ヶ月でやろうと思ってたんですけど、結果的にその半分のマイナス5キロになってしまいました。ね、プクプクと、まあ、でも履けなかったスカートなんかが履けるようになってきてるのでいいのかなと。別にそんなナイスバディではないです。お金かけてない人ですから
お金かけられない人ですか。貧困層の庶民なんで、私の立ち位置は庶民がお金をかけずに、いかに美しく綺麗で生活できるか、その模範になるかという立ち位置ですので、それがこの程度です。はい、今1つ2つ、あと直近ですとですね、昨日の、つぶやきツイートとかでも 昨日の今日のお話なんですけど、昨日、おととい、金曜日だから、金曜日か、昨日か、ありえない話なんですけどね、忘年会に、置いてけぼりされて 参加できませんでした。場所はですね、私行ったことないんですけども、新宿なんですけども、東京新宿の、曙橋という都営新宿線の駅があるんですけども、そこの界隈らしいんですけど、お店の名前も何も聞いてなくて、ぞろぞろみんなのとついてってたつもりなんですけど、まあ何せハイヒールで生活してるのは 私ぐらいなものですから、どんどん遅れてきますね。交差点を曲がった頃にみんなの人影がなくなって、曙橋商店街みたいなアーケードがあるんですけど、そこで30分ぐらい、確か金曜の夜って寒波が来てて、ものすごく寒い日だったと思うんですけど、ダウンにくるまりながら立ち尽くしてました。1年勤めてるのに、一緒に働いている人の連絡先誰一人として知らないっていうのは 孤独ですね、私ね。 なんだかんだ言って、孤独な人生なんですね。 しょうがないんで、迎えに来るかなと思ったんですけど、誰か、誰も気づいてくれないみたいなので、もうその年内の仕事営業が終了になった会社の留守番電話に 入れて、すいません、待ったんですけど帰りますって 留守番電話入れました。新年明けて、どんな反応するのか見ものです。 はい、置いてきぼり食らった、人生初の忘年会不参加。 あと何喋りましょうか。あとは、そうですね、実を言うと、今日この映像を撮ってる日、娘の誕生日なんですよ。 実は、でその数日前が息子の誕生日なんですよ。もう12年13年会ってませんけれどもね、会えないという約束のもとで人になったので、今どんなふうに大きくなってるんでしょうね。平成6年生まれと8年生まれなので、もういい年ですよね。完全に大人、成人ですよね。まだ私が知っている子供たちは 本当に子供だったんですけども、どんな成長してるんでしょうか。 どこにいるのかも、何をしてるのかも全くわからないので、生き別れの人生なんですけども、たまたま今日そんな日です。 はい、あと何がいいかな今日。 はい、1年、今年1年ありがとうございました。なんかすごい中途半端な切り出しですね。今年1年ありがとうございました。救われました、助かりました。なんだかんだ言って、ライフワークの村田理香と集中 AV なデートに私の生活はかかってます。 いつかね、またね、正真正銘の本当の、そういった映像撮影の、モデルが本業として生活が営めればいいんですけれども、 何にもしてない人ですから、何かすることに対しても決して肯定的な人ではないので、お金を稼ぐために何か封じなきゃいけないことって
私の中にはちょっとポリシーとしてないんですけどね。まあそれ言ったらちょっとね、ちょっと前の沖縄のね、基地問題のことでね、タレントさんがね、言ったことに対してね、某政権の王様みたいなところがね、あんたたちはそういうことを言う立場の人たちじゃないでしょうってまあそういうふうなところで主張ができない立場になっちゃうんでしょうかね。私ずっと主張し続けてるじゃないですか。ポリシーも持ってます、信念も持ってます、哲学も持ってます、美学も持ってます。譲りませんので、使いづらい人なんでしょうねきっとまあその代わり使いづらいですけれども、私と同様の方々からすれば、それでもこういうふうにやっていけてるっていうところは、もしかしたら皆さんの、勇気になれてるのかなとは思っています、はい、そんな1年そんな1年もう終わりますね。明日大晦日ですね、本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします、なんかしてもっと綺麗になるかなというふうなところは、望みはないわけではないんですけども、まあね、しょうがないです庶民なので、月15、6万ぐらいの収入で生きてる人なので、あと今年1年いろいろとお返しできなかったものがいっぱいある人もいるんですけども、すいません、また来年こそ何とかしたいと思いますけれど、はい、何だろう、いろいろとあれこれとお伝えしたいなと思ったんですけど、結局2つ3つぐらいになっちゃいましたね。2つ3つだけになっちゃいました。はい、まあこんな感じです皆さんにとっても終わりよければ全てよしって言うじゃないですか。私の大晦日までにいいことがありますように、そしてまた来年いいことがありますように、願わくば、それを私と一緒に共有できたらなおよしでございますということで、はい、今年最後の YouTube、シラフムービー、あとそうです、酔いどれライブですね、バーチャルスナックリカなんですけども、再開をしたいなとも思ってはいるんですけども、はい、経済的に今ずっとできない状況です実はもう美容室なんかもかれこれ私7ヶ月ぐらい行ってないですね、カットも当然行ってないので、ひどいことになって、まあ、案外ここ白く光ってるのは光の加減じゃなくて本当に白髪っていう話もありますこんなとこ白髪こうわざわざしてるAV 女優っていないですよね抱きたい対象にならなくなっちゃいますよね、それじゃねすいません、はい、なので経済的に少しでもなんかうまくいくようだったら再開したいとは思ってます。はい、はい、ということで近況含めてという今年ラストのムービーでした。はい、では皆さん、良いお年を。また来年もよろしくお願いします。はい、エンディングトークです。MTF 塾上、51歳の明
懸命だよね。できな村旅からした。ではでは。